で、その時にやっぱ不便だなっていうふうに感じます。めちゃくちゃ不便に感じます。あ、不便って思います。どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。つい先日チャンネル登録者数が5000人を突破しまして、で、その時にですね、断捨離プレゼントさせていただきますっていうのをやりました。そしたらですね、こんなにたくさんの応募をいただきました。いや、すごいです。これ全然1ページは収まらないですもん。まあ、僕の予想ではこう30人ぐらいの方から応募をいただけたら、まあ多いんじゃないかなというふうに思ってたんですけども、その予想をですね、もうはるかに上回る方から応募いただいたんで、本当に反応していただけて嬉しいです。ありがとうございます。この中から選ぶわけなんですよね。迷うな。でも、もうチャンネル登録していただいてる方から応援してもらってるっていう感じが僕はすごいするので、僕もなんかこう GoPro じゃなくてじゃあ GoPro じゃない、僕もあのアクションカメラを頑張ってねみたいな感じでこうプレゼントしたいですよね。なので頑張ってほしいなって思う人にプレゼントしたいと思います。悩ましいな。みんな本当嬉しいコメントいただいて、わあ、全員にあげたいんだけどな、それはできないしな。この中から一人を選ばなきゃいけないわけですよね。めっちゃプレゼントしたいな。この夏からアメリカ本土へ行かれるということで、ご活躍を応援します。で、いつか小規模ではあると思うんですけど、アメリカでもオフ会をしますので、その時になんか思い出みたいな感じで、これもらったものですよみたいな感じで持ってきてください。おめでとうございます。で、今回ちょっと外れてしまった方は本当に申し訳ないんですけども、まだ7000人いったらこのクラッチバッグもありますし、1万人いった時には、ドラちゃんもありますので、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。これ元払いでお願いします。はい、ただいま。で、今日はですね、ライブ放送中に視聴者の方からどういうことをやってほしいですかっていうのを、まあ、募集したんですけども、それのリクエスト動画をちょっとやってみたいなというふうに思います。まあ、やるやる言ってないでやらないっていうのはちょっともう本当に詐欺になっちゃうので、はい、今回やらせていただきます。ジョン・ブラックさんからいただいたコメントなんですけども、ミニマルと不便で紙一重ですよねという感じです。なので、僕がこう普段少ないもので生活をしていて、どんなことに不便を感じたのかっていうのを今回ちょっと何個かシェアしたいなというふうに思います。まあ、一つ目はもうあなたも予想できてると思うんですけども、お腹空いたなーってなった時、めちゃくちゃ不便に感じます。お腹空いたなってなった時に冷蔵庫を開けると、はい、何もないっていう、これは不便です、普通に。でも僕の場合、こうあったらあったでもうあるだけ食べちゃうので、まあ、ある意味こう抑制力になってるっていうか、ある意味こうリミッターをかけられてるので、まあいいかなとはいうふうには思うんですけども、本当にお腹空いて、あ、死にそうってなった時に、冷蔵庫開けて時にこう、あ、不便って思います。冷蔵庫に関してはもうちょっと備蓄してもいいと思うんで、まあそれはもうちょっと増やして、今後はもっと増やしていこうと思ってます。まあそれに関連して、やっぱこのキッチンがすごい狭いので、こうできる料理に限りがあるっていうか、それもやっぱちょっと不便だなっていうふうに思います。で、これは僕のまあチャレンジの一つではあったんですけども、トイレバスが一緒のところでちょっと住んでみるっていうのをやってみたんです。今やってるんですけども、やっぱりこのバストイレって不便ですね。何が不便って、もういろいろ不便です。そう、用を足す時は全然不便じゃないんですけど、こうお風呂入ってる時にめちゃくちゃ不便に感じます。ちなみにこれ最近ですね、スシャンというものを始めています。なので、ちょっとそれ効果があったらまたシェアさせていただきます。あとはこう景観を崩さないためにやってることなんですけど、こう何もないっていうことは、これベッドがありません。あー眠ってなった時にベッドにスライディングできずに、あー出さなきゃなって言ってこう出して、いちいちやるのがちょっと不便だなっていうふうに思います。まあ、ずっと出しとけばいいじゃんっていうふうに思うと思うんですけども、出しちゃうとちょっとこう部屋のミニマリズム感がちょっと損なわれちゃうっていうか、で、そこに関してはちょっとこうミニマリズムパラドックスを感じているところです。今僕が勝手に命名しました。で、洋服なんですけども、今この動画を撮影しているのが3月の15日、三寒四温の時期なんです。
でその時にやっぱ不便だなっていう風に感じます。どういうことかっていうと、今僕ですねダウンと半袖で主に生活しているので、ダウンだともう暑いし、半袖だとちょっと肌寒いしみたいな、こう中間地点っていうのがないっていう。あとなんだろうな、ちょっと思い浮かばないので、この後ちょっと外に仕事に行って、でその歩きながらちょっと思い出したことがあったら、あ、ちょっと喋らせていただきますので、はい、この後のショッピンさん、いいアイディア楽しみにしてますよ。思い浮かばないです。まあ衣食住で不便なことは感じるかもしれないんですけど、外に出て、なんか不便だなって思ったことはちょっと今はないです。はい、もしなんかあなたが外に出て、あ、ミニマリストであることにちょっと不便感じたら、あのコメント欄にちょっと教えてほしいんですけども。ということなので、こうパッと思い浮かぶ限りで、僕がミニマリストをやってて不便だなと感じる点は以上となります。今回の動画を見てあなたはどう感じましたか？ぜひ感想をコメント欄に書いてみてください。でもし今回の動画がちょっとでも面白かったです、参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタン、ちょっとまた指のあれが、はい、今回もちょっとでも面白かったです、参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。